株式会社ブリジストンは東京都中央区に本社を置くタイヤメーカー及びそのブランド。正式社名は市ではなく地に濁点のブリジストンである。1930年日本旅株式会社のタイヤ部門として発足したのが会社の源流で1931年にブリッジストンタイヤ株式会社として分社化され独立した。その後、 1951年にブリジストンタイヤ株式会社に社名変更し、1984年に現社名となる。社名の由来は創業者の石橋翔二郎にちなみ、英語のブリッジとストーンを合成したもの。性を直訳してストーンブリッジでは語呂が悪いので逆さにしてブリジストンとした。また当時タイヤの世界的ブランドだった。 ファイアストーンのような一流企業になりたいという思いも込められた。創業者が社税として掲げた最高の品質で社会に貢献は現在も全世界のブリジストンにおいて企業理念の一要素である使命として受け継がれている。ブリジストンブランドのスポーツ用品事業、自転車事業はグループ子会社、三井住友銀行とは旧住友銀行時代から 緊密な関係にある。創業地の福岡県久留米市では、ムーンスター、アサヒシューズとこの会社とで、ゴム3社と呼ばれる。国内で市販されているタイヤは、基本的にブリジストン本体から販売会社がタイヤを買って、市場に供給している。販売会社はかつては、各都道府県にあったが、経営統合により一部地域を除いて、全国一社化された。店舗ブランドとして、 ブリジストンタイヤショップ、コクピット、タイヤ館、ミスタータイヤマンを持つ。売上高の所在地別内訳は、日本国内は25%前後しかなく、半分近くが南北アメリカ大陸である。2006年現在、世界シェアベースで、競合のミシュランとグッドイヤーを抜き、世界第1位である。また、売上高ベースでも、世界第1位である。 2007年10月に2008年からの5年間で設備投資費を1兆3000億円まで増額し、インドや東欧等での生産能力を上げることを発表したが、これにより2012年の連結売上高は4兆円の大台に達する見込みとなった。2012年現在、生産拠点数は25カ国178拠点。売上高のおよそ2割は、 タイヤ以外の多角化事業での売上である。2019年現在の売上高ベースで世界最大手のタイヤメーカー。2020年現在世界第2位のシェアを誇る。タイヤ業界のビッグ3とも呼ばれる。キーストンマークの広告看板シンボルマークとして、現在はアルファベットの B をかたどったものが使われている。1980年に創立50周年。 ブリジストンは広がる世界へ生活への信愛目標を掲げたプロジェクトの一環として梅田正則の手によって手掛けられたもので1984年に発表された2011年には丸みを帯びたものに若干変更が加えられ9ロゴの R の文字が見やすく変更された1967年から2020年現在まで使用しているシンボルマークは凸の中に BS の文字を入れたもので、ブリジストンは、キーストンマークと称している。現行のロゴマークは7代目。1967年から1984年、当時のマークには、ブリジストンを略した、BS が使われた。ナス工場周辺ナスのが原にある、ブリジストンテストコース、栃木工場、黒磯工場北九州工場会タイヤマット、デューラーを装着した。 陸上自衛隊の高機動車。元モータースポーツモーターサイクルタイヤ開発本部長、浜島博弘古くから、日本国内のモータースポーツ、特に全日本海2000選手権、全日本海2選手権、全日本海3000選手権、フォーミュラ日本、スーパーフォーミュラと続く国内トップフォーミュラや、グループ C で争われた全日本スポーツプロトタイプカー、 耐久選手権などにタイヤを供給しており、これらのシリーズで、ダンロップ、横浜ゴムといった、ライバルメーカーと激しい競争を繰り広げた。またフォーミュラ日本、スーパーフォーミュラでは1997年から2015年まで、タイヤは、同社のワンメイクとなっていた。全日本海産選手権も1988年から2008年まで、同社製タイヤのワンメイクとなっていた。 インディジャパン300マイルの冠スポンサーである。ツーリングカーレースについても、全日本 GT 選手権スーパー GT に対して、シリーズ発足当初より、タイヤ供給を行っており、2010年現在、上位クラスの GT500 クラスでは、最大シェアを誇っている。一方で、下位クラスの GT300 クラスには、タイヤ供給を行っていなかったが、 2011年シーズンにより、アルタガライアに供給を開始した。このほか欧州において、ヨーロッパ界2選手権国際界3000選手権、ドイツツーリングカー選手権などといったレースにもタイヤを供給していた実績がある。北米大陸では、現在同社参加にある、ファイアストンブランドでのタイヤ供給がメインで、現在インディカーシリーズやその回カテゴリーである、インディライツなどが、 ファイアストンタイヤのワンメイクとなっている。一方、以前存在したチャンプカーワールドシリーズなど、北米大陸においてブリジストンブランドでタイヤ供給を行った例もある。一時は R 用のタイヤ製造の一部をブリジストンの小平工場で行っていた時期もあった。二輪レースでも近年急速に評価が高まったことにより、2009年からは、 ロードレース世界選手権のモートジッピークラスがブリジストンのワンメイクとなっていたがブランド力の向上や技術開発に一定の目処がついたとして2015年シーズンをもって撤退することを発表したこのようにブリジストンはモータースポーツで名声を獲得し続けたメーカーだが近年は活動を縮小している一モートジッピースーパーフォーミュラ F3、ラリー向けタイヤからは撤退している。4輪では、スーパー GT や、ニュルブルクリンク24時間レース、86、BRZ レース、全日本ジムカーナ、レーシングカート程度に限られており、世界選手権への供給はしていない。2輪では、フィム世界耐久選手権、全日本ロードレース選手権、全日本モトクロス選手権に供給を続けている。 フォーミュラ1に関しては1976年の F1 世界選手権インジャパンにヒーローズレーシングが購入したティレルの中古マシン007で1977年の日本グランプリに小島家009でスポット参戦したことはある。1980年代後半より基礎研究を重ね当初1998年よりの参戦を 発表したが、その後のテストの進捗が予想以上に順調であったことから予定を1年繰り上げ1997年の F1 世界選手権より参戦を開始。葬式はモータースポーツモーターサイクルタイヤ開発本部長の浜島博秀が撤退する2010年末まで務めた。1998年の F1 世界選手権の開幕戦オーストラリア GP で マクラーレンのミカ・ハッキネンが MP4 から13を買ってブリジストンに初優勝をもたらした。また、同年の最終戦日本 GP で、ハッキネンがワールドチャンピオンを、マクラーレンがコンストラクターズタイトルをそれぞれ獲得し、ブリジストンはグッドイヤーを下して3戦2年目でダブル世界チャンピオンに輝いた。1999年にグッドイヤーが撤退してから2年間は、 ワンメイク供給を行ったが、2001年からはミシュランが参戦しての争いとなった。2004年まではドライバー、コンストラクターそれぞれのタイトルをサポートできたものの、2005年、2006年はミシュランに敗れている。2006年のドイツ GP において、第1通算100勝を達成した。2007年からは、第1でのミシュラン撤退でブリジストンのワンメイクとなる。 2009年11月2日、2010年の公式タイヤサプライヤー契約の満了をもって、開一活動からの撤退を発表、2010年末に正式撤退した。会一で使用されるソフト側タイヤのラインは特製マジックインキによるスタッフの手書きだった。ありがとうございます。